はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、以前お伝えしました3349万円のね、キムリアの話ですけども、キムリアというのはね、まあ、2019年5月今月の22日より保険適用される白血病の治療に使うことのできるようになった新しい薬です。まあ、その話をね、通院した時にね、主治医の先生に聞いたんですよ。先生、キムリアってどうなんですか。で、先生がね、まあ、使った患者さんによってやけど、副作用出た人結構すごいよ、副作用はね。あれ、ネットでもすごい書いてましたよね。まあ3349万円払える人は払うんやろうけど、まあ、保険も効くけど、まあ、払う人、まあ、使う人もね、中にはおるんやろうけどね。ですよね、先生、高額医療のやつ使ってもね、金はかかるでしょうね、やっぱりね。でも安数か、まあ、安数とは言わないですけども、病気の種類が違うし、安数君はだから、まあ、使っても使ったところで、ね、わざわざそんなリスク、副作用のリスクとお金のリスクあるから、うん、まあ、絶対使わへんけどね。あ、そうなんですね、よかったと思って、僕はちょっとほっと胸をなで下ろしました。まあね、僕は使うのもいいと言われましたけど、まあ、キムリアを選択されたまあ、自分でね、選んだ患者さんは、まあ、金額もそうですけども、副作用というリスクをね、選ぶことになりますよね。まあ、そのキムリアにも限らず、他の薬でもね、副作用のリスクはありますけどね。そんな中、先生は、この患者さん、我々ね、患者さんの体の状態を考えて、まあ、病気のね、種類とかもしっかり考えて、まあ、その薬の作用、副作用を考えてね、お話ししてくれるのね、提案してくれるのでね、もう命をね、助けてもらえるので、もう頭が上がりません。ありがとうございます。まあ、といった感じの、僕とキムリアの関係性をお話しさせていただきました。まあ、僕は使わなくていいっていうね、方法で3349万円払わなくてもいいよっていうことでしたね。よかったですね。はい、まあ、今日はこんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンのチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。